俺の友達夫婦なんだけど、俺が言った一言を皮切りに目の前で修羅場になったことがある。まあ大したオチもないから暇つぶし程度で聞いてくれ。まず俺の友人夫婦、ええ、小中高同じ学校に行った腐れ縁の友達。俺は高校卒業後に就職したけど、A は大学に行った。今でもよく飲みに行く仲。A 嫁、A の大学時代の同級生。2年の交際を経て結婚。かなり美人。気立てもよく、物腰も柔らか。A の自慢の嫁で、2人の仲はかなり良かった。俺は、結婚前から A 嫁のことはよく知っていた。A の家に行った時に、A 嫁も含めて3人で飲んだりしてた。結婚が決まった時も A が真っ先に俺に電話してくれたし、婚姻届の立ち会い人だったかなにもなった。で、まあ結婚してからもおしどり夫婦として友人間で有名だった A 夫婦。俺もあんな嫁さん欲しいなと思うくらい羨ましかった。と、前置きはここまで。ことの発端は、A 夫婦の旅行がきっかけだった。とある夏の日、A 夫婦は旅行に行くことになった。なんでも、結婚記念日の前倒しの旅行だったらしく、結構豪華な日程になると A が自慢してた。A と A 嫁は共働きで、二人の長期休みが被ることはかなり珍しい。そんな中、たまたま二人とも長期休みが同じ時期に取れたということで、旅行を計画してたわけだ。俺は適当に A にお土産を頼んで電話で見送った。もっとも俺はどこに行くかなんて聞いてなかったけど。で、その時期に俺がちょうど仕事でポカして取引先まで謝りに行くことになったんだが、それが結構遠いところだった。新幹線に乗って相手先に土下座する勢いで謝って事なきを得たんだ。まあそれはどうでもいいとして、その日はかなり日も落ちてたからビジネスホテルに泊まった。次の日、帰るために新幹線の駅構内で時間まで待ってた。そしたら、近くにあるトイレから見たことがある人が出てきた A 嫁だった。そこは観光名所が多い土地だったし、ニコニコしながら旅行バッグ持ってて楽しそうだった。俺がそこに謝りに来てるのに、A のやつは楽しみに来てたことに、なんか理不尽にもジェラシーを感じた。帰ってきたら、たっぷりお土産をもらおうと固く決意して、俺は帰った。まあお前らのことだから、もう気づいているだろう。俺が見たのは、見てはいけないものだったわけだ。で、数日後、A 夫婦の自宅に呼ばれ、直々にお土産を渡された。よくわからん地酒だったが、なかなか高いものらしい。しかし、まあ一人で飲むのも面白くないと、俺は A たちと飲むことにした。酒はいい感じで回り、いつも通り和気あいあいと飲んでいて、自然と話題は旅行の話に。A は饒舌に語る。やれ、温泉が最高だったとか、やれ、特産の飯がうまかったとか、とても上機嫌。A 嫁もニコニコしながら、A の話を聞いてた。でだ、俺は、その時に、何気なく、禁断の話題を口にしたんだる。俺、そういえば、俺も、ちょうど、お前が旅行で行った先に行ってたんだよ。ええ、マジで？何しに？俺、家は仕事でしげかしてな、相手先に土下座の旅。ええ、なんだよ、それ。俺、笑い事じゃねえって。マジで大変だったんだぞ。お前らはいいよな。楽しんでたみたいだったし。ええ、なんだよ。見たなら声かけろよ。俺、新幹線の時間があったから無理だって。てか、お前、S 県に行ったんなら、名産の品買ってこいよ。俺、あれ好きなの知ってるだろ。ええ、は？なんで S 県？俺、何とぼけてんだよ。なんだお前？得意のごまかしか？ええ、いやいや、俺Sケンとか行ってねえんだけど。お前誰と見間違えたんだ？俺、見間違えるわけないだろ。
ええ嫁さんくらい美人が見間違えるほどいたら世の中幸せだぞ。ええ、は、ええ嫁が？いつ？俺、いつって10月25日だよ。新幹線の駅でええ嫁さん見たぞ。ええ、そこで俺はようやく気づいた。さっきまでニコニコしてた A が泣き顔になってるのに。そしてそれ以上に A 嫁がこの世の終わりのように顔を青くし固まっていることに。そん時の俺、二人の顔を交互に見て何が何だかわからず、え、みたいになってた。そっから A が顔をみるみる般若のごとき形相に変え、ギロリと A 嫁をにらみつけた。A 嫁、その視線を見た瞬間、そばから見てもわかるくらい、体をビクッとさせてた。俺はすぐにわかった。A、ぶち切れてる。A、どういうこと？ A 嫁、いや、きっと見間違えだと。A、だったら、何ですぐに言わないわけ？てか、さっきからその顔何？ A 嫁、A、何黙ってんだよ。A、テーブルの上のコップを弾き飛ばす。A 嫁さらに固まる。俺もびっくりして固まる。A とは長年の付き合いになるが、基本的に滅多なことじゃ起こらない。友人間で菩薩とも言われるほど温厚だ。もちろん A 嫁と喧嘩したことなどない。そっから A の尋問が始まる。聞けば、実は A と A 嫁は俺がいたところとはほぼ真逆のところに旅行に行ってたらしい。で、最終日に A 嫁が急な仕事が入ったと、一人で先に新幹線で帰ったそうだ。A は仕事なら仕方ないと、信頼度 120% で見送り、一人で車で帰ったと。だが、A 嫁は帰ってな、といなかった。その証人が、俺だったわけだ。ここまで、A 怒りをロアにするのは理由がある。A は、学生時代、付き合っていた女子に二股をかけられ、手ひどく振られたことがある。奴は、浮気という二文字を凄まじく毛嫌いしているんだ。A の問いかけは続く。そして、やがて A 嫁が観念したのか、目の前で泣きながら土下座をし始めた。A 嫁、ごめんなさい。その言葉で A は静かにうなだれた。ちなみに俺、相変わらずしまったって感じで固まっていた。そっから A 嫁の釈明の時間。 A 嫁は涙ながらに説明をしてきた。実は A 嫁は A と出会う前にとある人物と付き合っており、大恋愛の末つまらない口論で別れていた。ところが数ヶ月前、その人物とたまたま街中で再会し、食事に行った。相手から、付き合ってる人がいるのか？と聞かれたとき、つい、いないと答えてしまった。それから、ちょくちょく遊びに行くようになり、1ヶ月ほど前、ついに、体の関係にまでなってしまった。A には悪いとは思っていたが、昔の記憶が蘇り、その人物との時間が楽しかった。そして俺が見たのは、まさに、二人で、一泊二日の旅行に行く最中であり、A にバレないように、あえて A との旅行とは、正反対の場所に行った。でも、このままではいけないと思い、そろそろ終わりにしようと思っていた。その人物は、A 嫁が結婚してることを知らない。何も知らずに、昔のように仲良くしてくれる。とのこと。で、とどめの一言が、当時のことが蘇り、その人のことをまた好きになってしまった。そこで A はトイレに駆け込みようとした。で、トイレから出てきて、なんでって泣き崩れた。なお、当時の俺し、どうすればいいかわからず混乱しまくり、とりあえず、お茶。って結論に行き着き、バタバタコーヒー作ってた。夫バカにすんなよ。お前らだって、目の前で修羅場が始まったら、自分でもわけのわからん行動をとること必死だぞ。その後の A 夫婦。
それからしばらく A は泣き続けた。 A 嫁はそんな A を見て、もしかしたら両親の呵責に苛まれてたのかもしれない。ずっと下校いて唇をかみしめてた。コーヒーを入れた俺はそんな A の背中を撫でることしかできなかった。だってそんなヘビーすぎる話の後で俺なんかが何も言えるはずないだろ。でもそんな俺でもだんだんと A 嫁に腹が立ってきた。俺と A は腐れ縁だとしても間違いなく親友だった。そんな親友が裏切られたんだ。だんまりなんてできるはずなかった。俺、 A 嫁さん、今の A を見てどう思う？ A 嫁、首を横に振っていた。俺、いいから見ろよ。あんたのせいでこうなってんだぞ。自分がどんだけこいつを裏切ったのか、全力で見ろよ。俺も久しぶりに全力で怒鳴った。そしたら、A 嫁、ようやく視線を A に向けた。A の顔はぐちゃぐちゃだった。いつもニコニコしてて、何言っても笑って許して、軽く冗談を飛ばして周囲を明るくさせる A は、見る影もなかった。涙、鼻水、汗、よだれ、顔から出るあらゆる体液が、床にボタボタ落ちてた。まともに見たら、俺も号泣しそうになる。その顔を見た A 嫁、目から涙を滝のように一気に流し始めた。床にデコを押し付けて、必死にごべんだざい、ごべんだざいって謝ってた。もうなんて言ってるかはわかんなかったけど、必死に謝ってた。朝方まで泣き続けた A と A 嫁は、次の日二人とも仕事行かなかった。行けなかったんだけどね。燃え尽きたように、二人とも壁にもたれかかって、廃人みたいになってた。多分会社からだろうけど、二人の携帯がけたたましくなってた。二人とも、全く携帯を触ろうとしないから、俺が電話に出て、夫婦揃って急な熱発です。友人の俺が面倒見てますけど、今日は、おそらく無理だろうと思いますと断り入れた。もちろん、そんな状態の二人を放っておくわけにもいかず、俺も休んだ。昨日の夜まで幸せでいっぱいだった部屋は、まるで廃屋みたいに静まり返ってた。天国と地獄、その言葉が本当によく合ってた。夕方くらいになっても、二人ともピクリとも同感かった。でも、そのまま、じゃ何も終わらんのはなんとなくわかった。とりあえず、A を呼んでみた。もちろん反応なし。器用なやつなら、ここで気の利いた言葉でもかけてただろうけど、俺と悪いから何も思い浮かばんかった。詩人みたいになってる A の胸ぐらつかんで、思い切り引き上げた。で、頬を一発全力ビンタした。A、ようやく俺の顔を見る。すかさず怒鳴ってしまった。俺、しっかりしろ。俺じゃけじめづけけれん。お前がしないで、誰がするんだよ。A は、なんとか俺の顔を見て、小さく、わかったって言った。それから、A は、とりあえず俺を帰らせた。なんでも、二人っきりで話がしたいんだと。一応 A には確認した。ないとは思うけど、下手なことすんなよ。って言ったら、安心しろ。ただ話すだけだって帰ってきた。まあ、実際、そっから、先は A 夫婦の話だし、俺は、ぶっちゃけ言えば部外者。あとは、A に任せて、俺もそのまま帰宅した。そっから、A から、しばらく連絡を控えるというメールが来た。一ヶ月くらいかな。二人でずっと話し合ったらしい。A 妻の主張は、まあ、よくあるパターンだ。あなたの涙を見て、自分が、どれだけ、バカだったか、改めて思い知った。言い訳をするつもりもないし、あなたが、どんな結論を出しても受け入れます。でも、可能なら、もう一度やり直したい。とか言ってたらしい。たまに俺に相談してきた A から聞いた。正直、俺は、さっさと離婚することを勧めた。上でも書かれてたけど、
結婚記念日の前倒し旅行で不倫旅行するやつとはやり直しは難しいだろうし、 A ほどの人格者なら多分相手もそのうち見つかるとも思えたし、一人にそこまで執着することはないって言ったんだ。でもあいつ言ってた。実は数ヶ月前からどっか変な感じだったらしい。なんとなく違和感みたいなのがあったそうだ。気がつくと A 嫁が黙り込んでたりもしたとか。その時自分が声をかけていればもっと早く解決してた。だから全部は全部 A 嫁のせいじゃない。どんだけお人漁師なんだよと突っ込んだが、別にそうじゃなくて急に人生の片割れがいなくなるのが怖いだけなんだって。未婚の俺にはよくわからん。結論から言おう。 A 夫婦は離婚せず再構築することになった。ぶっちゃけ俺は納得できなかった。何度も A に考え直すように言ったが、 A は考えを変えなかった。しかも A は今回の件を他言無用と言ってきた。つまり今回の件を知ってるのは俺、A 夫婦、それと相手の男だけって感じ。話を広めてさらに事態をややこしくしたくないらしい。で、後日 A は A 嫁の不倫相手と会っていた。相手は凄まじく驚いていたらしいが、 A が事情を話すと深々と謝られたらしい。知らなかったとはいえ本当に申し訳ない、賠償を求めるなら可能な限り応じますとまで言われたとか。まあそこで A が感じたのは、 A 嫁は嘘をついてないってことらしい。包み隠さず全部自分に話したし、謝罪もした、反省もした。これ以上責めることはないだって。俺にはそう結論つけるのは無理だろうな。でもまあ A がそう決めたなら俺があんましとやかく言うのも筋違いとは思う。とにかく今 A 夫婦は絶賛修正中だ。まだ微妙にわだかまりがある。視線が合うたびに A 嫁が頭を下げたりするとかみたいだけど、少しずつ前のように戻ってるらしい。最後に A にまた同じことしたらって聞いてみた。そしたらないだろうけどまた泣いて話し合うだって。どこまでもお人よしな A が幸せになれるように願いつつこの話を締める。ちなみにネタと思うやつは勝手に思っててくれ。ここだけじゃこの話が本当だっていう証拠は出せないし、実名出すわけにもいかんからな。どう思われようが知ったことじゃない。つまらん話ですまんかったな。